デコトラのデカールはシルクスクリーンじゃなくて普通のデカールにしませんか？ほっとね、これね、馴染まさんよ。馴染めないよ、こんなの。平たいところはいいっすよ。だけどさ、これな、シルクスクリーンじゃないと出ないのかな、この色味。だって、こう、なに、このレバーのところ負けないよ、この硬さじゃ。しかも貼ってる最中にパキパキ割れてくるしさ。最近、ほら、普通のカーモデルのやつとかでもシルクスクリーン増えてきてるじゃないですか。貼れないよ。板車はまあわかりますよ。透けたらちょっとねっていう重ね張りとかすること考えたら。でも重ね張りないじゃん。で、ヒンジのところとか、沿わないじゃん、このデカールじゃ。まあそれはそれでまた別でやりますけど、ちょっと動画の方でね。別でっていうか、この一番星のやつでどういう風にやるか。まああくまで自己流ですけど。よいしょ。かっこいいんだけどさ、貼るのは厳しいよ。ね、これね、ちょっとでも折り曲げるとね、折り曲げるっていうか、なんかの拍子にこう折れてあったりとかすると、もうそれでもうパキパキ割れちゃうんで、すごい貼りづらい。で、ですね、とりあえず、現状片側こういう感じです。今とりあえず写すだけ写して、気泡抜きとか全然せずに、今はマークフィットをなじませてる状況です。ほら、もう割れてるよ。ほら、もう割れてるよ。で、これでちょっとずつなじませて、とろけ始めたらこうやって気泡抜きみたいな感じでやっていくつもりでいるんですけど、こんなとこ貼れないよっていうことで、こういうところは流し込みの接着剤流してます。無理よ無理よ、こんなの。こんな硬いデカール。で、ラッカー溶剤でもいいんですけど、ラッカー溶剤でいってみるかな。あんまりラッカー溶剤使いたくないんだけどな。っていうのは、どうしてもね、溶けるんですよね。密着しないんですよ。密着しないところでラッカー溶剤使うとどうなるかっていうと溶けるんですよ。だけど、ラッカー溶剤ぐらいじゃないと溶けないんですよ、こいつ。馴染まないんですよ。ほら、破けた。もう穴開いた。こういう風になるからね、嫌なの。シルクスクリーンデカールは。ちょっと置いときますか。あー、溶け始めた。こうなるんですよ。で、今こういう風になってるけど、多分ね、この状態でね、ほら、うわー、シール貼るか、この上から。シール貼ってもダメな気がするな。シールはシールでね、色が違うからね。ほら、もうこういう風になります。だけど、ラッカー溶剤ぐらい使わないとこういう風にね、馴染んでくれないんですよ。だから嫌なの、シルクスクリーンは。あー、で、前にね、ほら、あれ、名前どう忘れしちゃった、国枝墓場でやりましたけども、これね、熱でこう炙ってあげてもどうにもなんないんですよ。なんだからね、もうね、マジでちょっとね、これはね、通常版のデカールに戻しませんか、青島さん。青島さん、通常版のデカールに戻しませんかね。とにかくね、貼りづらいのよ、沿わないのよ。だから嫌なんですよ、はっきり言って。シルクスクリーン使うの、どうすんのよ、これ。ここで例えば、あれ使うと、名前で忘れちゃった、お湯
使うたりすると、もうそれはそれで変に溶けちゃったりとか割れちゃったりするし、タッチアップするしかない。これ、でもタッチアップってどうやってやんのよ、こんなのグラデーションかかってるやつっていう風なので、個人的にはあれ、扉どこ行った、観音扉どこ行った、あれさっきまでここについてた観音扉どこ行った、ん、さっきまでついてたじゃん。よくないけど、もういいや、とりあえず先にちょっと探すけど、観音扉はこっちはこっちで貼っていかないと、今水に浮かべてるオーバンデカールがもうダメになっちゃうんで、先にちょっともうマークフィットだけでいくか。どこ行ったの、あんなでっかい部品。ちょっと待って、もうアクリル用材塗っとこう。ここシルクスクリーンである必要ある？っていうふうに思っちゃうんですよね。よいしょ、ちょっとのズレでさあ、ちょっとのズレで、あ、割れてる、もう割れた。でこの状態で置いといて、で落下溶剤、落下溶剤じゃないか、アクリル溶剤が浸透してくれるの待ちます。もうしゃあないよこんなの、もうノーマルデカールに戻してください。お願いします。扉探します。ありました。全然違うところにあった。まあ色は合わないですけど、もう多少なりともこのままじゃちょっとかっこ悪いんで、タッチアップします。絶対色合わない、こんなの。まあ多少目立たなくなれば程度なので、これさあもうちょっとさあ、あーもう悲しいなあ、こんな綺麗なグラデをさ出せるわけないじゃん。あといってエアブラシでやるにしてもこれはちょっとねっていうところはありますけどね、目立たなくなれば程度なので。あー、この上積みのとこ使えんか、上積みじゃない、沈殿してるとこ。落下溶剤使ったらやっぱこうなるんですよ。ちゃんとぴったり密着してるところで使えば問題ないんですよ。だけど今回のやつみたいにもう完全に浮いてたわけですよね、さっきの状態だと。で浮いてる状態で、使うとこんな感じになっちゃうんですよね。でこのラッカークリアを使って、例えばコーティングしようと、クリアコートしようとすると起きるのがこれなんですよ。なのでそこら辺がメーカーがね、クリアコートは自己責任でって言ってる理由なんですよね。できっちりと密着してる状態で使ってあげれば問題はないわけですよ。表面ちょっと溶けたりするけど、まあ何もしないよりはレベル、あからさまに色違うけど、混ぜるか。でこういうのをなんとかするにはどうするかっていうと、何
こうとにかく時間をかけてひたすら溶かしてくれるのを待つしかないですね。まだちょっと待ってないけど、まあ焦らないことがやっぱまあ重要なんですけど、これに関しては何度も言うけど、旧デカールの方がいい。デコトラのこういうとこに関してはと自分は思います。あっちの方はね、密着させやすいんですよ、結局なんだかんだ言って。なのでね、ちょっとねここはね変えてくんないかな。ただやっぱり経年で弱くなっちゃう、弱くなりがちです、あの旧デカールの方は。あのシルクスクリーンの方はね、結構長いことこう何デカールの質を維持してくれるんですけど、なので売る方としては、あの長いことね長期在庫になっても大丈夫っていう意味では、通常のねデカールの方がいいかなっていうふうに思います。だけど作る方としては難しいところですね。まあちまちまやっていきたいと思います。めっちゃ時間かかる。アクリル溶剤つけて1時間ぐらい経ちました。柔らかくなってるところ、なってないところあります。これはねいつも言っているインクの、あれによって違うんじゃないかなと思ってます。今回はティッシュは使わずに、これコンビニでもらえるおしぼり、これを使おうかなと思います。これね毛羽立ちがあんまりなってきないので、お湯、よいしょよいしょ、でうまくいくかな。ちょっと待って、垂れる垂れる。あんまり使いたくない理由は溶けすぎちゃったりとかすることがあるんですよ。結局アクリル溶剤がずっといるわけですよ。でデカールだけじゃなくて塗装を溶かしちゃう可能性があるから、あんまり使いたくないんですよね。まだうまいことひっついてない状態なので、今ならまだ気泡とか溶剤とかを押し出すことができますな。ラッカー溶剤使わずに初めからこれやればよかったんじゃね。というか方法を確立したかもしれない。あ、方法確立したかも。ただ気泡抜くのめっちゃ時間かかるけど、あとやっぱり出っ張りのところが追従しきれなくてっていうのと、あと部分的にくっついてるところがあったりすると、これは使えないですね、このテクニックは。誰よラッカー溶剤とか使ったやつ、これやればきれいに貼れるんじゃね。アクリル溶剤に浸しておいて、で1時間ぐらい経ったらこうやって密着させていく、この方法でやっていけばいけるかもしれない。前回のね国へ墓場であんまりうまいこといかなかったから熱湯は使わないとかって思ってたけど、しかも結構剃ってくれる。ただどっか部分的に張り付いてるところはダメかもしれない、これは。あと怖いのはやっぱり乾いた後どうなってるかっていうのと、これでいくとすると、かといってあの丸っこいところは厳しいよな。あ、割れてるところはやっぱりちょっとわかんな。割れてるところ、乾いてるところ、そこをどう処理していくか。むにゃむにゃに柔らかくしてから、あ、でもやっぱちょっと割れちゃってるところありますね。割れちゃってるところをどうするかが
課題だけど、部分的にくっついたところどうなる？さっきラッカー溶剤で、あーめくれてる。あーやっぱこういうところはダメだ。ブワブワの状態で柔らかくしてからアクリル溶剤でブワブワにしておいて、そうだよね、シワ寄って溜まっちゃってるからここはダメだという感じで、ちょっと方法を確立したかもしれないので、とりあえずちょっとこれで貼っていこうと思います。うまいこと貼れるかわかんないけど、とりあえずはできる限り密着させていきたいと思います。あれからアーダコーダやってみてたんですけど、ダメっすねこれも。っていうのはくっつくんだけど、くっつくっていうか柔らかくなって密着するんですけど、結局浮いちゃう。で今これね、ちょっとね軽く拭き取ってみると、これ今拭き取りましたけども、ボコボコなってるでしょ。ここもう密着してないんですよ。この辺分かりやすいな、この辺、この辺ですね、この無用の辺、無用から後ろ、もうこの状態で多分クリアを拭いたら確実にボコボコになります。どうすりゃいいんや、わからん、どうするのがいいのかな。アクリル溶剤ダバダバでやったでしょ。でこっち側のところね、こっち側に関しては結局溶けるんだけど、あ、まあマークフィット、あ、ほらもうこの辺めっちゃ浮いてるじゃないですか、このクマさんのこの辺、この辺、これもうくっついてないんですよ。これどうすりゃいいんや、から密着させようとしても浮いてきちゃう。でこの状態で例えばラッカークリアさっきみたくね拭いたらどうなるかっていうと、またこうなるんですよ、溶けちゃうんですよ。なあ、これが前の青島のデカールだったら、こうなる前にあのマークフィットとかで綺麗にとろけてくれて綺麗に密着できるんですよ。どうしたらええんやろうな。あの板車とかはまだいいんですよ、まだあの何密着する面積が広くなるんで、これに比べたらね、これに比べたら広くなるんですけど、これの場合だとどんだけ頑張っても密着するところっていうのは、このこう波打ってる、この波打ってるてっぺんのところだけなんですよね。でそれをぴったりくっつけたくて、こうグーッと押さえたりしてるわけですよね。で押さえてくっついたように見えてても、結局そこはくっついてなくて、時間が経つとこうやって浮いてきちゃう。こういうふうにね、どうしたらいいんですかね、わかんない、覚醒あの方法を確立したと思ったけどダメだった、わかんない。クローズドボディにして作ることにしました。なので一回ちょっと剥がそうかなと思ったんですけど、うまいこと剥がれなかったので、もう部品注文します。でしばらく放置で、じゃあこの上からなんでシール貼ればよかったんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないです。シールを貼れない理由をこれからお見せします。これがシールだと思ってください。この布ガムテープ、こういうふうになるわけですよね。でこの状態でじゃあこの上からシール貼るとどうなるかっていうと、シールのボコボコが残っちゃうんですよね。これぴったりくっついてるように見えても、くっついてなかったよっていうふうに言った理由がこれです。だからいつまでたっても気泡は抜けないし、でパッと見くっついてるように見えてても浮いてくる理由っていうのがこれです。でかつ何、例えばこの状態で貼っておいたとします。
こうやってね、まあなんとかこうやって貼ったとしますよね。こうやって貼っておきました。でもこの下のデカールそのものが、くっついてないわけですよ。密着してないわけですよね。で密着してないからいずれにしろ浮いてきちゃう。しまいには下手したらほらもう全然くっついてないでしょ。パッと見くっついてるように見えるけどくっついてない理由っていうのはこれなんですよ。なのでもう今回はもうこれ諦めてもう別のクローズドボディのパネルを使ってでクローズドボディの、シール貼りで作ることにしました。もうこれ精神衛生上良くない。ここの平たいところ、ここはしっかりくっついてると思います。いきますよ。ほら部分的に剥がれちゃったけど、要はこれ今やって剥がれてこないでしょ。まあ剥がれてくるとこは剥がれてくるけど、でよくね自分がデカールをこう溶着するって話をしてますけど、ここ今やってみて剥がれてこなかったところが溶着したところ、溶着できてたところ、こっちの方は溶着できてなかったところ、とそういうことなんですよね。これも視覚的に分かりやすいと思ったので、でもこれはもうやめることにしたので、こういう風にしてね、もうまあ失敗してるやつもうちはもうガン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 お見せしていくのが、Tガレージ流なのでお見せしますけど、これが溶着できてるのと、パッと見くっついてるように見えてるけどくっついてないのとを分かりやすく視覚でお見せすることができるタイミングになったと思ったのでちょっとお見せしてますけど、ここはさっきラッカー溶剤でペチャペチャしたところ、ここは溶着できてるところなんですよね。でこっちの方はもうくっついてないからすぐ剥がれてきちゃう。これマスキングテープでも剥がれてきます。ラリーカーと、まあラリーカーに限らずレーシングカーとかで自分はねピターってこうくっつけるのに時間かけて溶着させてますって話してましたけど、これが溶着できてるかできてないかの差なんですよね。これマスキングテープでもビロって剥がれたっていうことが起きます。なので例えばレーシングカーとか作って、まあ自分も初めの頃はねうまいこと いけなかったので、何マスキング、いや、ウィンドウモールを塗装してからデカール貼ってっていう風にやってたのは、これができてない可能性が高いからっていうことだったんですよね。で、じゃあこの状態でクリアを拭くとどうなるかっていうと、部分的にくっついているところ、例えばここで言うんだったら、このね、てっぺんのところ。この並々のてっぺんのところ。並々のてっぺんのところはついてると思うんですけど、このへこんでるところ。に関しては一切くっついてませんっていうことが起きるので、多分皆さんはその大判デカールとかで皆さんはとか自分もそうだけど自分もそうなんだけど、うまくいってない理由はこういうふうだと思います。でこれをいかにしてぴったりくっつけてあげるかっていうのが難しいところで、自分も今それも自分はそれそういうことは分かったには分かったんですけども、できてないのはこれです。